さあ始まりました、7月17日 VS 東西戦。マイクはエバラとわさびで、よろしくお願いします。お願いします。さあ先方9対ネクロ、ミジンコさん、ミジンコさんってあれ多分先週の東西戦で2オン2だった時に9とヒューゴで出てた気がする。分かってますね、キャラ選びがね。俺も9とヒューゴしか使えないんで。パヤオは SB と一緒だね。分かってんな。あれこれ板前さんって昔おろか言うなんかね、ネクロじゃなかったよね。ですよね。いやネクロ少ないからありがたいっすよ。当たる。ネクロ講習のおかげかもしれないですね。ああ。今日のヒューゴは元気さんとベクトルさん、そうですね。だけですね。だけです。だけです。はい。確定です。でもあれエレクあるとアウトです。あーなるほどなるほど。そうこれ9側はジャンプダーキックしかやることない。突進からうわーあれ9側ジャンプダーキックしかやることない割にはジャンプダーキックは意外に強いよね。いや相当終わってるらしい、ネクロ使い的にね。だってあれスカスカ当てるから変な2択みたいになっちゃうしさ。で当たったら腹部でしょ、ね、っていうのを TM 君の昔動画で見てパクらせてもらって、昔モアで散々ネクロ対9っていう必ず1日にどっかで1時間ぐらいあるんですけど、その対戦が。俺タマのチーム戦でさ、もうタムネクロに勝てないから、うん、俺大将だったんだけど、うん、9選んで勝ったよ。マジか。その TM 君の昔見た記憶の、あジャンプ大キックばっかひたすらやってみたいな。あとパナせばいいんだろっつって。キャラさんあんの？まあネクロ有利だと思いますけど。そうだよね、さすがにか。6、4ぐらいですかね。てかコンボ痛いんだよね。スタンがそう入りやすいんですよ。投げからのスタン絡みがすげえ痛いんで。あとやっぱガードした時のね、Q の振りがあるんで、やっぱり盤石な立ち回りでしたね、板前さん。さあ出てくるのは S 石さんの剣。 S 石さん、そう、あ、そう、あと今どら焼きが横に置いてあるんですけど、お土産でこのどら焼きが、あのいつも門番で有名なヒューゴ使いのドライさんのお子さんが生まれたみたいで、そのあ昨日生まれたらしい。そうですか。その出産祝いを、出産祝いを自分からフォーミーという形で自分からお持ちになったみたいで、自分からバーサスへということで。あ、さっきまでいらっしゃったんですね。今日はなんか予定があって、まあ、昨日生まれたら普通こんなとこいるのもあれだと思う。あ、なるほど、面会時間が8時までだから帰ると。まあそうですね。おめでたいですね。なんか姫どら焼きっていうどら焼き、美味しいですね、どら焼き。これ姫ってことはやっぱ女の子なんですかね。その辺が、まあ多分中大出てくることは少なくなるかもしれないですけど、ドライさんも忙しくて。あれ SE さん、これちょっともしかしてやっちゃった、やっちゃった系ですかね。盤石でした。早い系ですか。もやしさんです。もやしさん、もやしさん、まさに東北大会、ね、さあ盤石な立ち回りで、11になった、SE さんの件に対するは、1P 側地方のもやしさんのゆりやんですね。もやしさん、昔剣使いでもやしさんって言ったな。別人か。もやしさん、はい。お、差し返したくれ。タックルウェイジで出し投げ。神なら神。早い経過。お。おー浮いてしまった。あーこれやーれ、とりあえず逃げて。ある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 よ。あー惜しい。確定やりますね。プラス2フレームから一瞬歩いて投げる大木攻め。中足は重なっておる投げが、コワコワ陣内からの大木攻めは一瞬歩いてから中大勝利。大き攻め一文字、ね、タイミングは。さあ刺しに行く、ちょっと早かったか。おっとここは投げが通る。ゲージがない。さあゲージがないから安心してガードしていける。タックルへ張っていく。クラウッ、あっ惜しい。
おっと陣内出ない。あー投げがタックルに化けてしまう。タームキャラの宿命、しっかり投げてファイナルラウンド。なるほど。さあめくり ES の前からここは疾風陣内逆画面端置き攻め。ここはリスクを負わない立ち回り。おっとジュリアンの中足に小足を刺していく。モンジーダイパンにダイパンを差し返す。ジュリアンジョップ中足リバーサータックルからウェイジス。ここはコンボにならないがダメージは受けず、タックルが通る。出し投げ N 投げは跳ね返る。拾った。おタックル出ず。ここは勝利出していく。ナイスガード。お2段目赤風呂。かかとタッチガードしたが最後対空大パンチ。レベル高いですね。接戦を制しましたね。2人目からあれユリアンのリバーサー入るんですか。さあ3人目ですよ北村さん、ね、チャット情報では北村さんは早いんじゃないかという。え北村さん早い。しかし S イスラも十分早かった系なのでこれはいい勝負になるんではないでしょうか。強いよ。さあモンジ北村さん新勝利ですね。大きい攻め一瞬待って投げる。新勝利熱いな。モンゴ壊し中パン暴れは当たる。中パンチうまい。差し合いがワンブル勝利確定勝利。スイスさん多分1回リバサ陣外ミスったっぽいですね。今タッチシューキック出てた。やーばい開幕で痛いっすよ。半分っすね。中足新勝利拳竜巻安定の安定コンボ大き攻めゲージは1本。ここは表裏にはいかない。正面からかかと波動拳マイナス4フレームから壊し強いですね。強かったですね。勝ったのは北村さん。全ベクトルさんです。ベクトルさあ出てくるのはベクトルさんです。そう、その話がすごい気になったんだけどやっと1ヶ月この生放送だけ聞ける CM 中の会話みたいなのがあるんですよね。さあベクトルさんですよ。そうですね、やっぱ試合に集中しなきゃいけないですね。はい、片桐さんの話はなしですよ。でも CM の間にね、 CM の間に宣伝ねと。いやこれは SA は真空だからまあ五分に近い。そうですね、若干龍かなと思います。やっぱり灼熱は強いんで非常にいいカードですね。さあパームパームハンマーマウンテン小ハンマーピオリますね。ここはゲージ回収ですね。ああもったいない。あの場合はもうジャックウルトラのジャックパームジャックシュートで十分回収でできます。最大回収ですね。今の死ぬかな。死にます、余裕で死にます。ジャクジャクジャクでもダイムーンより減るんで全然ゲージ死ぬか。死にます。死ぬか。うまいっすね。さあボディープレスからハンマーマウンテン大きめゲージハンマーマウンテン早かった。あー1 2フレぐらい早かったですね多分、うん、まあ、ウルトラ狙ったんですけど早かったですね。さあリバサムーンゲージ1本。さあ竜のゲージが溜まる前にヒューゴ終わって、ね、これはうますぎる。死んだ、うん、死んだベクトルさん、これ流れに乗りましたね、うん、いい勝ち方でした。意識ないっていう、まあ、あれは釣りでマジか、はい、名前は天国、見た目は普通のヘブンさんでございます。懐かしいですね。最近メキメキと強くなって本当にそうですね。まあこの間初めて1敗を喫しました。この前八王子から来たら海源君というヒューゴーにはしっかりゴブられてヘブンは帰ってきましたけど。ゴブ、まあでもアルトゴブだったらやっぱ強くなった方がね。頑張ってほしいよねって。俺すげえやってんだけどさヘブンと昼休みやるじゃねえか。どいてくれ。おマジで。えこれさあヘブン、これヘブン、うまい手前張り。今のちょっとさあもう全部使い切った気がします。タックルタックルできるようになってんのか。マジか。これは親戚に報告してもいい。この勝ち方はやばい。やばいね。酒うまいよねこれ。これ2試合続いたら本物ですね。本物さんですよ。本物さん、本物さんです。東北大会に本物さんエントリー名前があったっていうね。そこがさっき流れてきちゃうんですけど、すごい情報欲しい。本物カッコ3なんですけどね。あ見てますよ。僕も東北大会行きますんでね、注目してあげてくれるんで。あ
あの球は強いよ。あれ新潟から確定しないよ。肘だよ肘。よし、今日本で一番僕対戦してるんでこいつと。そうなんだ。さあベルトさんゲージが溜まるある。うわー来やがった。いやー強かったな。昼休みサードしてますね。やってますやってますしてますね。見えるのがさあ出てくるのはモンバンタルバインさん。もうサード界のイソジといえばタルさん。そうですね。ニューエイジヨソジ YSB さん。はい。ヨソ YSB さん。ヨソジ。なんでもいいです。さあどんどん高齢化が進んでおります。なんか高齢化が。これから進んでるサード業界。そうですね。だんだん見えない、だから見えない系の技が強くなってるんですよね。みんな見えないから。それも見ないで読み切るさ。読みでガードするからうちらはもうもはや見えないの。だからじゃんけんなんですけどね結論は。ギデオンは食らうけどテレビは絶対マイブロから最大だけは取るみたいな。お、うまいですね。ちゃんと最大。これ、おあれヘブンさんこれ。え？あヘブンさんでしたね。ヘブンさん。あヘブンさんでした。ヘブンさんでしたね。1回目うまかったな。 YSB の Y は40の Y って書かれてるんですけど、その辺は矢原さんが答えしてると思うんで後で聞いてみてください。さあ外野しタルさん回り取りうまいですね。伊達に年食ってねえよって話で。さあ年齢差が約倍ある。ここの組み合わせですね。もう前歩きうまいですね。今はもう倍近いんじゃない。あー投げがちょっと入る。タイミングが増えた。5番ヘッドから投げていく。ゲージがないからできるタクを投げる。ヘブン、ここでタックルが溜まるはず。若気のパワー、そう読んでた。ガードしてる。最大は、安定の EX ヘッド。悪くない、甘えない。甘えないヘブン、ここは勝ちたいところ。さあ小足で刻んでいくタルさん。ちょっと安かったか。そうか、ユリアンブロッドが何も入んねえか。ヘッドで暴れていく。大き攻めはゴアフニーか。いけずミス。さあゲージが欲しいけどタルさんが怖い。しっかりガード確定反撃。ゲージはタルさんが1本たまる。張りたい。さあ連携ここ。あ出ちゃった。安い。そうね、あーヘッドタックルミス。反角は難しい。パースー。我慢できなかったか。完全なパス。9号業界の20代いるんですよね。海源くん今日はあの人さんですね。電人選択しています。電人か。これチャットってこれあれあの人あ、森に名前が、あれです。あの人さんがヘブンになっちゃってます。大き攻め、電陣溜めていった。あの人コンボはミスらない。いい勝ち方でしたね。ゲージも回収してスガイデング読んでいる。そうで、なんで風で負けて俺が勝てるんだ。さあエレナを熟知してるあの人。小足からうまい投げ取って、天神波動拳起きてね。スタンリーチ投げしけ誘ったが大足が間に合わず。どこにはいかない。だこれ丁寧なスタイル。あの人さんヒーリングをどこで使うだ。どこで波動拳で牽制していく。ゲージを貯めながら波動打たれて終わっちゃうもんな。しっかり勝ちたい。投げか勝利を当てないと。タルさんは投げてゲージを使って体力を回復したい。
そこだ、昇竜か投げどっちでもいい。さあここは行きづらいと考え、投げを誘って強肩、うまい。ダルさん飛びは高めだったから投げがすかる。電磁も打ちづらそうだな。さあ空中から投げていく、壊しい。回収してなゲージを回復して、体力回復したのがいいプレッシャーになりましたね。タルさんさすが試合の展開作りはうまい。強肩大四角ですね。大きい技。さあ電磁チャンス、ともえ投げていく、遠距離はタルさん空振り、運がいい。一夜で終わった。投げて置き詰め、大パン前風呂投げ、投げて、さあゲージを温存しているタルさん、投げを通したから今度は台形が通ると、試合の展開作り、投げる、ね、これ確定ですね。ここは回復。さあこうなると電陣を当てなければいけない。あさああるよ、これこれ出なくてよかったんじゃないか。うん、あるよ、この時間はある。あータルさん大きがと、今日大きが冴えますね。タルさん大きが冴える。セトッツさんです。さあ瀬戸内さん、まことっすね。さあ瀬戸、6人目対4人目ですね。確定、まだうまいっすね。うわ太い、ミスらなければ安定でピヨっちゃうから、あ大パンね。ちょっと間違いないですね。はい、すごいリンク吸ったね。さあ、さあダブル引き上げがを決められるか。あ、入んないですね、あそこ最大。あー、ミスった。あそこ入っ、早いな、タルらしくない、早い。投げてきますね、タルさん。投げ、今日タルさんなんか読み合い強いっすね。さあ、あぶねえ、うん、うまい、持続当て。なんかマジか、あれブレードが入んないんだ。あさあ魂の通らず、良かったか、まあ、安定のコンボは、そうダブル引き上げ。そうなんですよね。さよならタルさん、即死か。瀬戸さん決めましたね、決めましたね。次タロちゃんです。さあ出てくるのは KOF だけじゃなく、しっかりサードも上手くなっているタロキチエチェンで、強いですね、マルチゲーマーですね。チュンリー付けの矢原さん、これどうなんですかね、誠チュンリーは。まあ 5.5 チュンリー有利じゃないですかね。あそんなもん、聖中だったらそんなもん、聖中で。じゃあトサナメは 6-4、 トサナメわかんないですね、ちょっとわかんないです、マジで。まあ、まだね、ダブルは完成されてないという。そうそうそう、完成したら5分ぐらいいっちゃうのかな。多分まあ誠使いは 6-4 でしょうって言うと思うんですけど、なんかいい勝負するイメージあるからな。しますね、やっぱ一回なんかね、あのカラクサ入っちゃうとピオリーチになるんで。なんか誠のしゃがみタイパンがよくなんか当たってるイメージがあるの。誠のしゃがみダイパン、ああそうね、しょうがないよね、だってあれは強いんだね、危ないからさ。だからちょっと横幅広いからさ、ガードしたら防御が入るでしょ。入るけど6-4、6-6だから ビタだね。ビタか、ちょっと難しいかな。ヤンのダイヤ足払いもビタだし、やってんの見たことないから。じゃあ出しとくか、狙ってればできるけどって感じじゃないですかね。なるほど、やっぱ
カラクサ大パン EX チェストで置き攻めカラクサでピヨって死んじゃうってのがやばいですね。確かに。お前まあでもやっぱりうおー半端ない。これあおいしいタレちゃん。これ SNS ってやつのバージョン違い。ただゲージがあるとチュンリーはもちろん油断はできない。いろんなパターンがあるよ、ね、さあ2本あれば見えてくる。さあ時間を稼いで。え何か見えた予感。見えたが安いか。まだある。さあ遠さは気をつけなければいけない。分かっている、お互い分かっている。あーうわーうまいですね。コパン振っての猫パン。でも基本的にドアを振っていればまず遠さは入らないんで。でこっちに行ってくれるみたいで。あそうなの。さあ弁当屋ですよ。弁当屋そこで美味しかったって言おうと思って言えなくて残念がってたんだからよかった言えたから。さあチュンリーク厳しい戦いになるでしょうが。相当きついっすね。前田キックチュンリーを振ってれば安定だから、あれをブロールしかないゲーム。さあ1試合目が非常に大事になってくる。チュンリーク日本選手ならある程度見えてくる。ボンでらしくない弁当屋。中都心大都心ですね。ちょっと難しいけど最大。さあこれで PA は2回で戦わなければいけないことになりました。チュンリーはしゃがむと突進使われます。ゲージがたまるまでに PA が何回できるかっていうのは結構急側の突進が使った後のじゃんけんになるから面白いですね。連続パラスもさあ漏れてしまったが結果としてはいいか。パッケーに当たりましたね。たまたま。さあこれは、ゲージがないんですけど Q としては1本目取れてるのが、市場な戦略なのでこれは問題ありません。でチュンリーはゲージを吐きながら、貯めて、0.7 から 1.5 ぐらいを貯めて3ラウンド目に行きたい。まあ、1本目取ったのはでかいですね Q 側は。まあ、取らないと勝てないんじゃないか。さあ温存しているチュンリーに対して Q がどこまで突っ込んでプレッシャーをかけていけるか大事な2試合目。ゲージを貯めれるか。さあこれで、ゲージが入る位置ですね。こうなるとチュンリーもちょっと焦ってくる。これはきついこの状況。無理をするとチュンリーでも死んでしまう。お？さああるよ。狙いは合ってますね。そうあれを食らうと腹部が入っちゃうんですね。さあ中足対空発球よく見えている。おっとそうディープからも入るから。ここは投げ確定投げですね。中足しっかりガード。投げはグラップ。まだうまいっすね。大パンチ2発目遠距離。お投げしっかり投げ。これは弁当や、ね、これはすごいね。これはツイッターに書きたい。これは気持ちいい。これは書きたい。今のよう読んでた。かっこよっ。さあ出てくるのはアーロンさんネクロですね。このネクロはきついかも。もち酔っ払ってんのかもしれないですね。今日何杯か聞いてみよう。これで5杯で即死したわな。ただエントリーする時酒何杯飲んだか書いとかダメだな今度からな。東大戦は酒を飲んでから来る人は何杯飲んだか書いてから。さあネクロ級戦闘がしっかり低めですね。弁当屋先ほど太郎口チュンリーでしっかり勝ったがまだ 1P 側が1人うわうまいな。厳しい状態ですね。急に中盤当てるのはなかなか難しいんだけど。あの中盤使ったら突進が入る場合でも取られる場合もあるからな難しそう。ナイスガード。リーブもしっかり立っている。対空電磁見えている。空対空はしっかり発生の速さで小足で落としていく。離れればボタンが待っている。さあここよく確認した。あーっと今の大パンに入れたかったかな。おお結構際どかったですね最後。ジャンプ大キッパンちょっとヒヤヒヤするような試合でしたね。そうあれあの逃げ中パンワンブロ突進が確定するはず。使った場合はちょっと分かんないけどブロエカンする。さあ突進から捕獲というなかなかドリームなムーブがありましたがこれでスタンまでいかない。あといかない。あと中盤が拾える時ある。あ早い回復できたか。
しっかり味を見せてくれましたね、アーロンネクロ。判断がいいっすね、EX。ウッシーさんです。アキマです。さあ、ウッシーさん、チュンリーですね、ネクロチュンリー。これもかなり辛いカード。とはいうものの、ね、あの杉山はチュンリーをおやつと言っていたんで。なんか、ユンのが辛いって言ってたよ。ああ、ユンヤン誠が言ってる。ね、俺、チュンリーの方が辛いイメージだと思った。いた。さあ、ツーピー側、アーロンさんが負けるとここからチュンリーが厳しいキャラが続きますので誰が止めるんだっていう責任問題になります。厳しい。やるおっと出ました。しいやこれ温存か、よく取ったな。温存っすかね。温存っすね。まあ、エレクラットも大丈夫ですからね、ここは。うん、ああ、美味しいですね、これ、チュンリー側は。相当。これは美味しいですね。美味しいですね。これ、タミーってこれ、あのタミーか？チュンリー使いのセリフだもん。タミーもこのとこ書いてる場合じゃないんだと思うんですけど。タミーさん来てないじゃないですか。ですね、チャットにいるくせに。書いてる場合じゃないですね。おー、お赤風呂信用エレク。さあ PA から、まあ、これはちょっと使わした感もあるけど、まあでも回収も一本。そうですね、どう転ぶでしょうか。ファイナルラウンド、これアロンさんガチンコですね。ネクロ、そうネクロの中足はね食らって声をかけて立ちくらいリバサのみですね。それを狙ってんのかな、してんのかな、どうなんすかね。あとあれか、立ち台パン、円台パンか、あれも食らってかけてだろ。そう、しゃがみ中足立ちくらいはいらないっぽいっすね、うん、スネークファンがあるからね、やっぱり怖いよね、しゃがみが。てかあれ見てると他が見えなくなるって力丸が言ってて、うん、多分それ以外でも勝てるから多分負けたら行かなきゃいけないっぽいけどね、うん、さあこの後の表裏で終わっちゃう、こういかなかった。遅らせ中足、プレッシャーがやばい。さあネクロも一発エレク当たれば、あーこれ死んじゃうパターンじゃないですか。ポンポンでゲージポンですよね。わあチュンリーネクロって感じのしっかりした試合ですね。取ったウッシーさん、あーサードのことじゃない、減らない。ギガスマニアのエバラさんがそう言うんだから。さあ出てくるのはグレーさんです。誰を止めるか、あの人しかいませんね、このチュンリーを止めるのは。バーサス行きたかったですってあの本音を書いてる。タミーシ、タミーシ、タミー橋逆に投げる、ウッシーチュンリー壊し刻む。さあ保育圏内まで持って行ってとどめに使うのか。そうだな。さあしゃがみ中足からポンポン、あー半端ないですね削る4ドット。さあ耐久はしっかりしてる。これきついんじゃないの。これはちょっとこれはちょっとのやつですね。これはちょっちやまいってやつですか。ここにいるんだ。厳しいな。さあどうするこの状況。これはね大足。お、さあここからもっとスピードは読んだが、あー距離。やばいこれ、回りがねうまいっすね。一番いいとこにいる。3回3回頑張って、3回頑張れば。そうナイスグラップ。あーストレードいってないか。さあ解説側はて理想論だけ言えばいいので簡単です。さあブランナが決まりしてましたから。さあこれは元気のヒエゴです。色は似てるけど元気のヒエゴです。ハンマーだけど人間性能がぶっ壊れてるので、さっき見てましたけどやっぱりすごかったですね。
はいはい、なんでそんなできませんよ、普通できません。さすがです。やばい、何これ最強。ああすごい、あれはしゃあない、すげえ、まあ、ハンマーでいいと思うんだけど、早尾見てる、見て刺し方が。でもやっぱ安いんだよな、差し合っても安いんだ、一発一発単発は。そう、飛んだ方がいいんだ。あでもチュンリー厳しいか、元気でも今あれですね、最後のところが下段の空中判定になるんで、はい、当たり判定がなかったですね。下段無敵ではないです、空中判定ですね。半端ないこの人、やわらっぽい。ちょっと違う、差し合い半端ねえ。惜しい、今ウルトラやったか。じゃんけんが強い、元気心強い、あるんじゃないの。そうなんだな、ここはね、前強化、チェンリーの武器、コパコパから惜しいな今、惜しい。そう、あれ埋めればガードしたハンマーです。高い、なるほど、あそこで中パンチか、あそこ中パンも入る。だってそれ飛行機に当たってない前提でしょ。そう、当たらないの分かってて中パンも打つと当たる、スカッと。うまい、置き止めはファーム、うわ、様子見、よく見た、惜しい、2発目確認。ヒューゴでも死ぬか、全然死ぬ。全然確認、いやー先端だときつい。ニスのエバラ見てきな、多分倒すと思う。いやきっとエバラさんは多分倒してくれる、うん、相当な数やってますからね、特にカラス山ではリキマラとやってるエバラ、まあ、そうっすね、チュンリ戦はチュンリ戦は相当な数、これでも数やってんじゃないかな。あれこれ中足ブロっても確定がないって、あのさっきの距離だとちょっと難しいみたいな、うん、これ飛べないけど止まらない。でも飛ぶしかない、早めたけど飛ぶしかない最後は。あやっぱりボディ絡めたさ、飛びが詐欺っぽくできるからヒューゴは、はい、はい、やっぱり、あなんかなんかあの高さで飛べば、うん、届くよ。ただ差し合いでパームって重要なんだよね。パーム、そうやっぱりそのなんだろう、まあ、ゲブロの 対策にもなるし、はい、あとは相手の歩きとかにも当たりますね。当たるしね、相手の技見てから通常技で刺すのがやっぱ安いから、はい、うん、あさっき俺がやってたのだといいんだけど安くなっちゃうんだよね、向こう的にそんな痛くないんだ。なんかあんなに当てたのにまだ半分しか減ってなくて、そう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 、そう、あそこは一応コア CX モナイが確定する。いや、どこですか。えあの、膝からのバックジャンプ、バックでジャンプで逃げたでしょ、ハイジャンプで、あ、はいはい、ブロさせて、ブロったらコア CX モナイが、まあ、一応確認じゃなくて今の最速でババンって入る。なるほど、投げは入んないけど打撃は、あ、今のそう、4振れだから、え、今のですよね。え今のってか、そう、膝ね、膝ブロって相手がバックジャンプしてたらコア CX、 コア CX モナイだからもちろん周りとかもあるからね、ポンポンポン、ここはもうエバラ的には美味しい状況。ちょっとワンパン、おー中足がスカルってのはまあですね、あそこはエバラ使えないんだろうな、ハンマー今のジャンプだけいくからハンマー入る、今のジャンプだけから入るんですか。入ります、一番のけぞりが少ないんでジャンプだけいくから難しいんですけど、あの高さまで入る、なんか結構あそうだな、エバラ的な EX フィバーで扱いしたかったかなってあるけど、まあでもあそこで EX フィバー入っても次でどうせ溜まるから、まあ、ああ今のがくぐれないね、くぐれない、あれは難しい、あの確認は難しいです。まあ壊しだけ用意しておいて EX モナイでいいと思います。ああ、うまい、おお、そうそう、あれでいい、普通にハンマー行くよりあれでいいんですか。まあミートでもいいし、おお、
今のチューパーム、チューパームだから入る、まあ、ジャグだったら入る、ジャグでも入るよ、あ、おお、しゃがみだったらジャックパームでも入る、チューパームは立ちでもしゃがみでもどっちも入る、好きなことを全部エバラさんに聞こう、そうだね、反発も俺知ってるよ、どの技で最大入るかは分かる、あとどの技が最大かも分かる、ああじゃあそれは大事だから、コンボは最大は分かる、わさびさんに聞こう、Y2J 弱い 2J 弱い 2J になってますけど、弱いですか、おわ今のはたまたまです、でこれ真空だったらなんかいけそうな気しますね、若干遠慮かな、 5.3 ぐらいかな電陣は無理だった、分かった、いや無理じゃないですよ、辛い、なんか辛い、うん、6点をてかムカつく、 Y2J の前とか EX ガナビ、あーもったいねえな、今のハンマーですね、間違いなく、ここを取りたい、大事大事、あーうまいっすね、だ常に飛ぶときはハンマーを常に入力しないといけない、そうっすね、わさびさんは絶対やらないっすからね、ああいうことは、大攻撃あるよ、出ない、出ないって時にあるから、まあでも基本的にわさびさんはちゃんと、うん、まあ入れ込んでるけどジャンプには、さあこうなるとちょっと苦しいっすね、この状況きついっすね、うん、赤部ハンマー狙ったけど、あれで落ちんな、きついな、これまだある、この後の2択が EX だから、今リバーサー出た勝利でしたね、けどまだ殺しきれないから、おおやっちゃった、またやっちゃった、あースタンチ見てなかったが、まあでもおーっ、あー今惜しいですね、ボディでピヨっててでライパンが当たって死んだと思ったけど死ななかった、じゃあちょっと惜しかった、再びもっ、さあ出てくるのは F さんのダッドリーです、これはいい勝負なんだよな、龍対ダッドリーは本当に五分ぐらいって言われてる、さあこれもいいカードですね、本当にいいカードですね、ああ繋がってる、うまいですね、まあ F 君も乗ったら セットプレーがうまい、確定、ああ痛い、痛いのが入ってしまった、周りどうまいですね、ちょっと下がって、あーと思ってダッシュ、前ダッシュ、早い、盤石の立ち回り、 Y2J 次コロです、コロフグ、カエル狙いか俺狙いかだな、押されてる押されてる、 2B 頑張って、 SA は真空か、あーそっか、コロは弾、うまい、あーあれ繋がんないの分かってる、 Y2J 前ブロ、わあクソバレてる、バレてますね、やれ終わるかー、おーピオレー、さすがコロ、クソキャラブッパじゃねえかよ、本当だよブッパで終わるからな、これでオロは強いよ、強キャラだ、じゃんけんが強い、コロちゃん、あーミスかな、 あれしか入らないか、中盤出なかったかな、今のコロしょうがない、おお読み忘れんな怖いね、おお立ち確認、そうあれ食らうんだよな、投げちゃうんだよね、昔からやってる連携、灼熱灼熱、はい終わる、大吉ですね、はいはい、しょうがないですね、2回目はなかったか、はいまた、そう
何なんだよこれ。やっぱ石か。はい、出てくるの次はフグさんです。はい、またオロです。今度 SA を石に変えてきましたね。玉はめに行けないと読んだか。お、おいしい。うまい。お、うまいな。今のうまいですね。アルブローのタイミングが難しい。関東で一番やり込んでるレベル、フグさんですね。おお、中足の外にちゃんとしっかり逃げて。甘えない。確実に殺していくスタイル。フグさんいいよ。だいぶ負けてるよ。2P 側頑張りましょう。おいしい、おいしい。あっと、フグさんがすげえな。 ここでメンタルが折れねえのがすげえ。バレたか。しょうがない。繋がってるスタンチがやばいっすね今の。うまいっすね。3枚ぐらい。ナイスガード。あれはオール半角ないか。今の中足灼熱もガードしてんのうまかったな。結構ボタン押しがちなんだけど。呼んでたー。すみっすね。すごいフグさん。さあ出てくる新田の誠。まあ試験ですが、多分ぶっ壊れた性能だと俺は思っています。反応が早かったな。もともとあのこれ名古屋勢っていう話が出てたんですけど、何人周りでは実は名古屋勢ではなくて、あの三重のプレイヤーで、サードがなかったんで、まあ他のゲームをやっていてっていうのがあってですね、サードは結構だからやり始めたばっかなんですよね。サード歴はまだ浅いと。浅い、浅いのに大山ニュートン優勝、ミカド月齢優勝という、とんでもない結果を。10-0と。それ言わなくてよくない？いや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 。そんだけ強いってことでしょ、要は。それ聞いたら温まるでしょ。マジか。相手冬だからな。YSB が 10-0 の相手に僕は結構勝ってますけど、新田は強いと思います。 YSB が全く勝てない相手に僕は結構勝ちますが、気分が悪いから言います、ちゃんと。さあキャラさんもある。あ、半端ねえ。こういう速さの早いな。連携がうまいですね。ちょっここは使うしかないでしょ。数ヶ月でこのプレイってのはちょっと、ね、おもちゃが多いか。あれ見えない。もともと持ってる系のプレイヤーだと思いますね。うまい。うーん、ギリギリ確認してるっぽいな新太のもほど。まあ実は他のゲームでも実はかなり上の方のプレイヤーなので、彼は。まあ多ゲーでは全然感じないより上ぐらいの実は持ってるらしく。ああいうバックダッシュがやっぱりちょっとすごいっすね、彼は。おお、見てんな。おっとー、このミス痛いか。あ、死んじゃう。死ぬかやばい。 2P がやばい。シンタが強い。一番数やってるでしょ、同キャラは。はい、出てきたのは富永さんです。マジか。いや、多分瞑想したんじゃない。瞑想。今さ、実況ちょっと早すぎて。この人今まで寝てたんですけどね、ずっと呼ばれても来ないぐらい。いや、多分あれ瞑想した。
いやこれもしかしたら酒入ってないで本当に疲れたかもしれないからちょっとあんまりね。ほら草グラップ珍しい光景。さすがに誠戦は日本で一番やってる。おっと、まあ三村ともやってますからね。そうそう三村と篠田やってるから。さあ 2P 押されてるんでトミニーにはここ頑張ってほしい。さあフルコン食らっても大丈夫。終わった。さすがに壁は厚かったか。嫌なやつです。富永さん嫌なやつです。35歳勝ちました。マツケンさんです。マツケンさん逆に目が覚めたか。はい出てくるは、マツケンヤンですね。漢字団です。さあ攻撃特化対防御特化。しかしマーチニーの、持ち味である防御がヤンはどう生きるんでしょうか。ヤンは職人に行かなければいけないキャラなのでさばきながら行くとこで行くって感じなのかな。あそこはグラップをしていく。うわトミコワを取って大きい攻め、やっぱり中和して。ひたすら一生飛んでる。さあ後半で生きてくる防御力。トミニはまだ34歳です。うわうん、まい小足下ろし。空対空は小足から一瞬ま下段選択はサンフレ持続おろし。第2戦で見たことある。うまい。ナイスガードガージャン潰せ。我慢した。おお遅らせ遅らせ直二択ですね。さすがやっぱマーチにうまい。さあ即死ゲージはちょっともうたまったよ。さあリターンは勝っていると。さすがマツケン背を辛くさ食らわないような。満タンで一本なら多分即死ではないかな。こっからでは大丈夫でしょう。死にはしないはー。いやーいっちゃうのだよね。これしかないのかしょうがない、さあ置き攻め。おおよく取ったな今。さあヤンに残されていたのイエス。灯籠の遅らせ。おお待ちにいらしくない嵐をして。あーじゃんか。判定勝ち。これ昆虫判定勝ちです。勝ったなドミニー。昆虫カエル。さあ出てくるのはカエルのダットリ。ぼちぼち後半戦ですね。だいぶ後半ですね。今日は人数多いんで終盤も終盤下風呂。ドアブ立ちくらい。東北大会前に仕上がってるかカエルさん。さあ持続のジャンプ中継読んでいた。しかし安い。遅らせ壊し。あれ辛さ食らったら行っちゃうパターン。さあまだ生きてるでしょ。おっあは SNS。はい、SNS、はい、頑張りましょう。おっと出なかった。投撃で見た。それ投撃で見たよ俺。確かに EX ソード出たな。激しい。うおー今の壊しやべえな。ブロコパン前投げか。うわー中パン大きから。おっと釣りのうめえ。あれしゃがみ確定になるのかな、うん、どうなんだろう。
あぶね。甘えたバラは許さない。TC ミス、珍しい。おっと、今完全ミスってるでしょ。なんかミスったと思うんで大キック出てましたね。あ、なぜか当たる X、早手。大パンチ、結構リスキーなタクだと思うんですけど。ナイスガード、おろしおろし。さあ、ゲージを回収しに自分の巣に帰る富永さん。おいでーって。さあ、2D ゲーム画面端、一般的には辛いんですが、うまっ。確定、まるで規制本能があるかのごとく画面端に行きます。一生なんで弱なんだ、意味がわからん。さあ、あそこに EX ジェッパー合わせたいね。そう、すげえ対空ロケッパ。お、ロケッパじゃない、ジェッパ。さあ、あいやあいやちょっとノリが、ノリがアメリカの大学の文化祭みたいになっております。西日暮里 VS です。ちょっと、さあ、副将 2P 側、もちろんチュンリー、味方対決、味方上昇軍団と言われてる2人ですね。さあ、ポンポン、ナイスガード。理想な形かな、ダットリーとしてはいいですね。なるほど、周りゲージ、チュンリー側もゲージないから、おお、ちょっと嫌な感じしますかね。データー壊し、ありですね、ガーサイトも全然好きない。うまい。間違いないですね。さあ、ゲージを貯めて勝ちたいチュンリー、難しいことを超えなければいけない。たまんの早いな。さあ、お互いゲージ依存のキャラ。あ、当たっちゃった。こっから2択、ナイスガード。お、膝か、本当ですね。立ちガードか、うまいですね。中足を誘、意識を割いて当たる、うまいな。1点読み、ここは1本、チュンリーがゲージない。ここ行きたいですね、ダットリが。惜しい、おー、これうまい、最強技ですね、百裂は。うわー、これこれ、なんかちょっとお互いらしくなかったですね。1ラウンド目のカニパンで餅が温まって、百裂でカエル君が温まってって感じですかね、ゲージ状況的には。さあ、こっからどうする、ナイスカード。あー、測らない、うまい。あー、得意パターン、起きてね。うまい、中央姫様出し投げ、下ブローはさせない。 TDK、 TDK じゃない、 TKD。 DKD すで間違えた、 TDK で合ってんのか、なんだっけ、立川大 TDK、 なんだっけ、 なんだっけ、 TDK じゃないんだって、 DDT だよ、 DDT、 まあいいよ、なんでもいいよ。なんかあれあれ、リバー出ないやつ、あれあれ、そうそうそう、さっき現地なったらってやつ、わかんねえ、もう俺ら年下げて、ね、もう老人だから、老人、記憶力がねえから。さあ、中二戦の数や、合ってんじゃん。よかった。あれ、EX なんだっけ、エア2で割れるの、エア2、エア2か、あれ、目で見て判断できんの、何を、 ACDB の後に反応すんの、百裂って。割れるところ割れんだよね、どこでも割れんの、割れるハンマーもどこでも割れる。百裂は AC 一番下、下から2番目、下から3番、
1番下、3番目、2番目、4番目で出るんですよ、確か。4 と、D と A の間にフレーム数があるから、基本的に4の倍数でブロって取るのがセオリーなはず。まさしく使い知ってますね。さっき俺もムーンで割ったんだけど、ちゃんと4発取ってる。なーにこれ、やばーい。よっ、家つながるのが美味しい。さあ行け、うまい、前風呂、前風呂。さあ、おじさんたちの採点、サードストライク、前風呂、採点でございます。さあ出てくるのは YSB のヒューガです。さあヒューガ業界では共通した認識があります。餅は NG だと。餅が来たら無言になるヒューガ業界でございます。ただ YSB がそうなった場合にゲームを投げ出すんですが、投げ出した時に強と出る時と吉と出る時があります。吉と出れば餅は一瞬で死にます。まだ飽きてません、まだ飽きてません、 YSB さんまだ飽きてないです、まだ頑張ります。さあ YSB ゲージが若干減っていってますね。これ飛びをくぐられると YSB さんちょっと飽き始めるんです。あー今テンション上がりましたね、ドロップキックテンション上がりましたね。 YSB さん、ただ試合始まって60秒が回したんですけど、62秒経過した時点でリープを出したのはミソですね。多分飽きたんでしょうね一瞬。あーらしこれ飽きてなかったら絶対ハンマー来るんでね。あー今ムーン出なかったですね。これ多分飽きるポイントですね。 YSB がマイナス2フレ、クソゲー、じゃんけんポンは最強。あ、これちょっと YSB ゲージ上がってます。ナイスガード、ナイスガード。おお、よくじゃんけん強いのにいったな。じゃんけんは最強クラス。さあゲージがある、 YSB ならワンチャンある。ムーンが化けてジャンプショーパンチ、結果オーライ。さあ1試合目は60秒がありますけど、2試合目は50秒でリープ出しましたね。 YouTube はコメントねえから面白くねえな。さあ出てくるのはミミックのヤン、これもミカド勢ですね。頼む。さあサードといえばこの2人、ユンチュンです。確かに、これどうなんだろう、どっちが同じなのかな。オーケー、いいよ、応援するよ。いいですね。出てないか、うまい、心が強い。ポンポンポン、言いたいんですよね。あれがダメージが高い、百裂バレたか、待ってたね。やりきれ、ふぅ、オッケー、いいよ。ミミックの手段さっき取られてもいいやって感じでしたね、ゲージ的に考えて。なるほど、うまかったですね。当たれば勝つし、取られても死なねえしっていう感じの。
さあここからチュンリーが神経を使わなければいけない。そうですね、その投げはしょうがない。あれこれあるの、ユンの強さを出してるな、メイク。あれ最強、当たったら死ぬだろうっていうのを盾にしてどんどん投げを通していってましたね。さあ安全発動からダッシュから落としに行く置き攻め。さあゲージが溜まると辛い。これでもう持ちは無理しなくても、おいしい、うまい。今日強引に行きますね。しょうがない、二択に勝ったモチ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。じゃあ 1P 側の人は 2P 側の人にジュースをお願いします。うん、やったー、とりあえず 1P チームだった人は 2P チームの人にジュースをお願いします。